はい、今回もファミリーベーシックでね、高橋名人が作ったと言われているこちらのゲームをですね、まあファミリーベーシックに読み込んで、まあ、再生してみたいと思いますね。まあ非常にニッチな世界だと思いますけど、まあせっかくね、現在読み込んでプレイができるということで、せめてアーカイブ化して残しておきたいというものです。ということでこちらね、40年ぐらい前に高橋名人が一生懸命作ったとされる本とゲームデータとなりますんで、まずはね、今日は2本ぐらいいけると思いますんで、1、2本いきます。で、まずはムーンベース2ということでね、ムーンベース2ということで1があったということなんですが、1はね、収録されてませんので、ボツになっちゃったのか、パワーアップして2になったのか、よくわかりませんが、ムーンベース2ということで、今現在ね、まずはこう、画面の方ですね、BG グラフィックスをロードしてますね。まあ、定番のローディングです。まあ、現在またね、ロードも長くなってきましたから、それと比べるとまあ、まあ、このようなね、グラフィックスなんで、それに対してはちょっと遅いかなと思いますけど、まあ、テープなんでね、しょうがないですよね。ということで、今度はプログラムをね、ロードしますね。まあ、テープをね、あちこちガシャガシャやりながらやりますんで、まあ、テープが今ね、こう生きてるっちゅうだけでも奇跡なんで、まあ、早いうちにね、データ化しておきたいなと思いますよ。これちょっとデジタル化しておくといいのかなって気がしますけど、なんとかね、スマートフォンとか IC レコーダーに落とし込みたいなと思ってますが、どうでしょうか。ムーンベース2になってますね。あ、ロード終わりました。ではね、F8 キーでランと行きたいと思います。あ、来ました。あ、前のやつよりもよりゲームっぽくなってるというか、ただマリオはね、相変わらず弾一発しか出ませんし、今度は動きません、マリオは。固定放題になってますね。ムーンベースなんで多分動かないんでしょうか。ベースになってます。で、なかなか当てるの難しいな。敵はね、いっぱい出てきました、今度は。敵が非常に増えましたよ。当たらない。ここか。ああ。ここだ。あれ、なんか、押した時に出ないな。えい。あれ、出ない。なんだろう。出た。あ、残りの弾の数とかがある。弾の数があるんだ。なるほど。今当たりましたね。100点入ってる。なんか、リロードしてんのかな？なんかね、押した時に出ないのと、弾が途中で消えましたね、今。当たった当たった。弾がね、ほら、消えた。なんだろう、この処理。敵に当たると50点っぽい。あ、土壇場で今弾消えたよね。当たりました。ほら、消えた。なんだろう、これ。バグ？バグか。あ、途中で消えた。なんか、多分プログラム上で消えちゃうなんかがあるのかもしれないけどね。ほら、消えた。なんだろう。ムーンベースね。これ月ってことか。はい、あなたは点数は650点です。ゲームを続けますか？ Y かなんかで押すと。ああ、そうなんだ。ちょっとこれプログラムですね。まあ、これ見て。なんか、これから解析しないといけないと思うんですけど。音楽もね、プレイで再生してますね。プレイ命令っていうのかな。いやー、2000行だけど、間が空いてますんで、そんなにはないですね。これちなみにね、BG グラフィックス消すとこんな感じになってますね。プログラムだけ。これは、なんだろうね。あ、通過してない？当たった。実施。OK。こっちのが見やすいな。ということで、次、2本目。今日2本目ね、スターシップの逆襲というタイトルがついてますね。で、また同じく、BG グラフィックスをね、ロードしていきますけど。いやー、これね、10本作るのがね、高橋名人非常に大変だったということで、結構ね、当時、いろんなところで連載していたんですよ、ベーシック講座をね。まあ、そこから一部、プログラムを、まあ、なんていうのかな、拝借というか、参考にしてね、作り上げたということで、まあ、そういうのはね、普通でしたよね。
誰かの参考にしてやらないとなかなかわかんなかったりしますんで。まあ自分もオリジナルとか言って作ってましたけど、はっきり言ってどっかのやつをパクっただけでしたから。なかなかね、こう、刺さって自分で打てる人すごいですよね。ということで、今度の BG グラフィックス凝ってますね。うん。凝ってますよ、これ。こういうの書いたんだな。書いたというか選んだんですよね。おー、これなんだろう。なんか意味があるのかな。特典とかマリオっていうのも BG グラフィックス側で再現してんだね。なるほど。ベーシック側で再現してるわけじゃないんだ。これ BG グラフィックスなんで、文字も打てて、うん。まあそんな感じですね。でもね、BG グラフィックス画面も用意されてるものから選べばいいんだけど、意外とね、書き方に癖があるんですよ。今みたいにマウスがあるわけでもないし、さらにカーソルなのか、ちょっと違うボタンを使ってますんで、なかなかね、コツを覚えるまで結構しんどいんですよね。全然違うのが打ち込まれちゃって、まあ、なかなか BG グラフィックス一つ撮っても、大変でしたよ。うん。では今度ね、プログラムの方をね、ダウンロードって言うのかな、ロードしたいと思いますね。今ね、ピーピーギャーギャーやってますんで、はスターシップで出てきましたね、ローディング。まあ、だいたい10秒ぐらいなのかな、これね。一つのプログラム。はい、来ました。ということで、F8 キーでランと行きたいと思います。あ、敵が複雑になってる。敵の動きが複雑になってる。あ、弾は出ますっていうか、前の、前回やったやつの、マリオと一緒だ。左右だけ動けて、インベーダーみたいなやつね。で、敵がね、今度かなりね、複雑に動きますよ、これ。トリッキーになってます。あー、なるほど。どうやって動かしてんのかな?ランダムなのかな?あー、あった、突っ込んできたな、いきなり。マリオの残機、得点が出てますね。ちょっと動きがトリッキーで、難しいな。あ、当たった。で、よーく見てると、いくつかのパターンになってるっぽいんですよね。動きそのものは、ああ、死んだか。もう一度しますか。動きがやっぱトリッキーだから、やられてしまいますね。そうなの。うん。でも、ランダムに動いてるっていうよりは、なんだろう。決まった動きですね。ああ。危な。うん。あ、なんか弾が上に、あ、消えた。弾がね、あ、しまった。弾が上で止まってますよ。で、次の弾撃つと、消えるのか、上のやつが。そうだ。上に行き切っちゃうと、あ、死んでしまった。あ、弾がね、上に残ったままになってる。上の画面の方に。この辺もなんかあるのかなあっと当たんなかったか。マリオの当たり判定は広いのに、スターシップの当たり判定が微妙に狭いというね、難しいですよ。かなり中心に当てないと当たらない。でもよく見てると、やっぱりね、敵の動きは何パターンかがあるというだけですね。まあ、ファミリーベーシックの 2KB でやってますんで、そんな複雑なことはできないと思いますけど。それでもね、何パターンかある敵の攻撃パターンはね、ちょっとこう、プログラムを解析する意味合いがあるのかなって気はしますけどね。これは。うん。まあ、前の前回のね、インベーダーっぽいやつよりは、すごく敵が複雑になったんで、難しくなったと思いますよ。まあ、ちなみにマリオね、端っこにいると死にません。ただ敵を倒すこともできないという。ずっとお互い平和という感じでしょうかね。ということで、ちょっとプログラムを見ていきましょうか。はい、リスト。じゃーんと出てきますけど。わー。あ、なんかデータ使ってますね。このデータのね、意味がよくわかんないんだけど、数字の羅列ですよね。まあ、これ使うと、まあ、容量を減らすことができるらしいんですけど、データになると数字しかないので、何が何だかさっぱりわからないというね。
これなんでしょうということで、まあデータ使ってんのか。だからまあ敵のねスターシップも複雑な動きしてるのかもしれませんし、よくわかりませんけどね、データ処理。まあ初めて出てきたデータ構文になります。ということでまあファミリーベーシック高橋名人が作ったゲームソフトということでね、今回2本紹介しましたけどもいかがだったでしょうか。まだまだね何本かありますよ。かなりまだありますんで、今後もね紹介していきたいと思います。ではまた。